こんにちは、小笠原です。今回はですね、モル計算についてまとめていきたいと思います。モルなんですけれども、ちょっと酸素を例にしますけど、酸素1モルと、1モルっていうと個数で決まっていて 6.0×10^23 です。これは酸素分子が 6.0×10^23 あると。でそうしますと、重さはですね、この 6.0×10^23 の重さが分子量グラムになりますので、32g になります。そしてその体積は標準状態 0°C1.013×10^50 においては 22.4L ですね。 22.4L ってこのぐらいの量なんですけれども、これを占めるということなんです。でモル計算の基本は、何モルかを求めるっていうのがね、スタートになりますので、重さで与えられている場合は、原子の場合は原子量で割る、分子の場合は分子量で割る、原子でも分子でもないものは式量で割ります。それから何個で与えられている場合には 6.0×10^23 で割ってあげます。それから標準状態における体積で与えられている場合には、この 22.4 で割るということが、これが計算の基本になります。では実際に問題解いていきましょう。はい、アルミニウム Al ですね、 81g は何モルか、 CO266g は何モルか、 NaOH180g は何モルか、原子量の値はもちろん使えます。さて、何モルになるでしょうか。はい、では一緒にやっていきましょう。アルミニウム 81g 何モルかなんですけれども、アルミニウムは原子量が27ですね。だからここは原子量で割ります。原子量で割って3なので 3.0 モルと答えます。 CO266g は何モルか、 CO2 計算すると 12+16×2=44 です。この44は分子量ですね。 CO2 分子なので分子量になります。ですので66を44で割って 1.5 モルと、こういうふうになります。 NaOH180g は何モルか、 NaOH 計算しますと 23+16+1 で40ですね。この40は式量になります。これは Na プラスと H マイナスとイオン性の物質ですので、原子でも分子でもありません。式量になります。この40で割ってあげますと 4.5 となりますので 4.5 モルと、こんなふうに答えることになります。では次にですね、 O2 分子 9.0×10^23 は何モルか、 H2O 分子 3.0×10^22、これ22です、22は何モルか、これを考えてみてください。はい、では答え確認しましょう。 O2 分子 9.0×10^23 ですけれども、ボカトル定数のこの 6.0×10^23 で割ってあげます。 10^23 消えますので、この6分の9のところですね、2分の3になるわけです。ですので、1.5 モルとなります。次の問題、 H2O 分子 3.0×10^22 は何モルか、 3×10^22 を 6.0×10^23 で割ります。こちらの方が1の2ですね、2分の1になります。ここは10が残ります。だから20分の1ということですね。ですので 0.050 モル、もしくは 5.0×10^-2 モルと、こんな風に回答します。はい、では次ですね、標準状態で 56.0L を占めるメタン CH4 は何モルか、それから標準状態で 336L を占める窒素 N2 は何モルか、この問題を考えてみてください。はい、では6番ですね、標準状態で 56.0L を占めるメタンは何モルかということですけれども、標準状態で1モルは 22.4L ですので、 22.4 で割ってあげればいいわけですね。そうすると、2.5 モルと求まります。7番は、標準状態で 336L を占める窒素、何モルかということですけど、これもですね、336を 22.4 で割りますので、15モルですね。というふうになります。これで、この問題に関してはですね、実はここを特に使ってないんです。どの気体でも、22.4L ですので、メタンでなければいけないということはないので、これメタンでも窒素でも、下も窒素のところはメタンに変わっても酸素に変わってもですね、やり方は一緒になります。はい、今度はですね、モルからですね、グラムとか、個数とかリットルとか、こんな問題をやっていきたいと思います。考え方としましては、ここは原子量、分子量、式量を使うんですけど、モル質量を実際使っていることになります。モルパーグラムなので、モルをかけてあげますとグラムになる。で、
何個かって時にアボガドロテストを使います。アボガドロテスト単位的には、ね、パーモルなんですね。パーモルなんでモルをかけてあげるとこの単位がなくなるわけです。で、まあ、これは実は個数のことを言ってるんですけども単位としてはなしになります。でリットルの場合にはですねモル体積使ってます。モルパーリットル、まあ、これ 22.4 なんですけども、モルパーリットルにモルをかけてあげると、まあ、リットルがなると、こんなことを使ってやっていきたいと思います。問題です。 CO2 0.20g は何 g でしょうか。塩化マグネシウムですね、 MgCl2 0.60mol は何 g でしょうか。ではこの問題をやってみてください。次はですね、この CO2 0.2mol 何 g かという問題ですけど、まあ、CO2 の分子量を出すわけですね。分子量を計算すると44になります。ですので 44×0.20 で 8.8g と、まあ、こんな計算になります。MgCl2 はこれは式量計算になりますね。式量になりますので 24+35.5×2 で 1mol の重さが 95g ですね。 95g パーモル、モル質量が 95g パーモルというふうに考えることができます。でこの95と 0.6 をかけますと57となりますので答えの方が 57g というふうになります。次はですね10番、 N2 0.50mol に含まれる窒素分子の数は何個か。11番 H2O0.10mol に含まれる H2O 分子は何個か。この問題を考えてみてください。はい、では回答です。 0.50mol ですから 6.0×10⁻³ の 0.5 倍になるわけですね。そうしますと、まあ、ここを計算すればいいので 3.0×10⁻³ となります。下の問題はどうなるかと言いますと、まあ、同じやり方は一緒なんですけれども 6.0×10⁻³ に 0.10 かけます、まあ、ここ、まあ、こっちに直接かけたともいいんですけどね、まあ、こっちを先にかけてしまったとすると 0.60×10⁻³ になります。でこれ数学的には間違ってないんですけれども、この指数の表し方の、ルールとしましてですね、ここをゼロでない、ここまあ要するに0から10の間の数字にするわけです、ですのでこれは 6.0×10⁻² というふうに書き表します。はい、では12番ですね。窒素 0.400mol は標準状態で何リットルを占めるか。13番、 O2 1.50mol は標準状態で何リットルを占めるか。この問題を考えてみてください。はい、では答え確認していきましょう。窒素 0.400mol 標準状態で何リットルかですけれども、気体は標準状態で 22.4 リットルですので 22.4×0.400 という計算になります。まあ、これ計算していただくと 8.96 リットルになります。 O2 1.50mol は標準状態で何リットルを占めるか、これも 1mol で 22.4 リットルですので 22.4 の 1.50 倍になります。ですので 33.6 リットルと、こんなふうに解くことができます。はい、次はですね、このモル、リットル、何個、グラム のコンビネーションなんですけれども、まあ、グラムから個からグラム、もしくはグラムからリットル、リットルからグラムですね。それから何個からリットル、もしくはリットルから何個と、このやつを考えていきたいと思うんですけれども、まあ、このタイプのやつですね、聞かれてなくてもまず何モルか求める、こうしますと解けますので、こういうような問題が出た場合にはまず何モルかを求めると、ここがスタートになります。はい、では次の問題です。14番、 180g の水 H2O に含まれる H2O 分子は何個でしょうか。続けて15番、 CO2 分子 1.8×10⁻³ は何 g でしょうか。ではこの問題を考えてみてください。はい、こちらの問題ですね。 180g の水 H2O に含まれる H2O 分子何個かってことですけど、まず、分子量出しておきます。 1×2+10^18 です。水の分子量18で、この水の分子量で割りますと18分の180ですね。この10モルってのが、分かります。ですのでこれ10倍になりますので 6.0×10⁻⁴ というふうに答えます。 0.6×10⁻³ じゃないんですね。15番の方ですけれども、 CO2 分子 1.8×10⁻³ 何グラムかって、これも CO2 のまず分子量を計算しておきます。12+16×2で44ですので、モル、の方は 1.8×10⁻³ を 6.0×10⁻³ で割るんですね。
これが割れますね。6で割れて10分の3、0.3 モルになります。それの44倍になります。 0.30×44 になる。答えは 13.2 なんですけど、これまあ有効数字ってやつの関係でですね、2桁になりますので、まあ、13g というふうに回答します。はい、こちらの問題ですね。 180g の水 H2O に含まれる H2O 分子何個かってことですけど、まず分子量出しておきます。 1×2 出す16で18です。水の分子量18で、この水の分子量で割りますと18分の180ですね。この10モルってのが、分かりますですね。これ10倍になりますので 6.0×10の24 というふうに答えます。 0.6×10の23 乗じゃないんですね。15番の方ですけれども、 CO2 分子 1.8×10の23 乗、これ何グラムかと、これも CO2 のまず分子量を計算しておきます。12+16×2で44ですので、モルの方は 1.8×10の23 を 6.0×10の23 乗で割るんですね。これが割れますね。6で割れて10分の3、0.3 モルになります。それの44倍になります。 0.30×44 になる。答えは 13.2 なんですけど、これまあ有効数字ってやつの関係でですね、2桁になりますので、まあ、13g というふうに回答します。では窒素 42g は標準状態で何リットルを占めるか、それから17番、標準状態で 11.2 リットルを占めるネオン NE ですね、まあ、何グラムかの問題を考えてみましょう。はい、では窒素 42g、標準状態で何リットルを占めるかということですけれども、窒素の分子量を計算して28になります。42を28で割るとここがモルになるわけですね。この部分が 1.5 モルになるわけです。それと 22.4 倍になりますので 1.5×22.4 で 33.6 リットルなんですけど、これまあ有効数字が、ね、2桁なので、この4人で、ね、2桁なので、これでは34リットルというふうになります。17番、標準状態で 11.2 リットル占めるネオンですね。これネオンガスです。ネオンガスは単原子分子であることに気をつけてください。何グラムか、ネオン、この20を、ね、使うことになります。11.2 リットルはこの 22.4 で割りますと 0.500 モルに当たるわけですね。でこれにネオンの分子量、これはネオンは1個で分子になってますから、かける20をかけます。そうしますと 10g、 もしくは有効数字がちゃんと分かるように 1.0×10g と、こんなふうに回答することになります。はい、ではメタン CH4 ですね。メタン分子 3.0×10⁻³ は標準状態で何リットルを占めるか、標準状態で 5.60 リットルを占める水素 H2 ですね、血に含まれる H2 分子は何個か、この問題を考えてみましょう。はい、メタン分子 3.0×10⁻³ は標準状態で何リットルかということですけど、まず何モルか求めます。 3.0×10⁻³ 割ることの 6.0×10⁻³ ですね、ここがモルになります。0.50 モルってことですね。かける 22.4 倍なので、まあ、答えとしましては 11.2 リットルになるんですけど、まあ、有効数字がここが2桁ということを考えますと、回答としましては11リットルというふうになります。下の問題ですね。標準状態で 5.60 リットルを占める水素、この中に含まれる水素分子の数を聞かれています。まずこれ何モルか求めたいので 5.60 を 22.4 で割り算します。4分の1モル、0.250 モルになるわけですね。かける 6.0×10⁻³ 乗個になりますので、まあ、6のこの4分の1ですから 1.5×10⁻³ 乗個と、こんなふうに回答することができます。